琉球八景は、葛飾北斎による、揃い物西系。1832年秋頃反抗。前発展、大番錦絵。落観は、前北斎ため一筆。版元は、森谷寺平。久住盛森影、聖古病ーズ、佐々木より、17世紀後半。メトロポリタン美術館像。北斎が旅した先は、京都大阪及び紀州が最も、遠くであり。 ましてや、薩摩藩の実質統治下ではあるが、対外上は外国の琉球王国に渡れるはずがない。では、どうやって本図を描いたのか。八景を見ると、船を通すために部分的にアーチをつける石橋などは、民進機及び徳川機の名所図の定番である、聖古図を思わせ、手本があると推測されていたが、それが、新朝の半本、琉球国史略だと判明した。 あとはじめする図版一覧を見れば、墨釣りと錦色釣りの違いはあるものの、図柄はうり二つである。戦者の修行は、1756年、作法福祉として、来流、約一年間滞在し、知史や生活ぶりを記録し、心し略にまとめたのである。この版本は、徳川幕府も有用だと思ったのか、1831年に、漢本として、 そのままの内容で反抗する。北斎が目にしたのは、漢文の方だろう。翌32年10月から11月にかけて、第2直し応答第18代なお育王の修法社恩師として、富城区王子を聖師として、江戸登りが行われる。横山学によると、徳川家における琉球関連の半本は、重半も含め95点が確認されているが、ほとんどが社恩師か。 徳川将軍就任をことほぐ江戸上がり慶菓子の時期と重なっている。その中でも天保三年藩校が二十三点と最も多い。その理由として横山は琉球及び朝鮮通信使がしばらく訪れていなかったので江戸の人々にとって久々の祭り気分になったからだろうと推測する。以上の点から八景は漢本、心し略藩校の翌年であり、 謝恩氏が江戸に着く直前の1832年秋頃反抗と考えるのが妥当である。雪月下のうち、墨田修公と北斎の図を見比べてもらえばわかるように、北斎は修公図をほぼ踏襲している。だが描き加えられたものもある。琉球に行ったこともないのに、それぞれ良い効果を上げている。永田が言う絵空ごとの天才である。 1843から44年に反抗された雪月下、墨田は流動小島の焼き直しに見える。運気が描かれた例。春日根源元,元気絵巻巻十九より、1870年の幕国。春日山三山から運気が三箇所から湧き上がる。逆に、周行画にあって、北斎画に描かれなかったものもある。泉崎夜月は、雲より月を描いた方がわかりやすい。 運気とは、中国絵画で最も重要とされる、気を雲として表現したものである。気は、南朝、南西のシャーカによる、古賀品禄の第一にある、起因制度から来るもので、写実的であることより、気をに込めることこそ大切だとする思想で、少なくとも明朝前半まではこの理想が維持された。そして仏教及び、儒教道教といった、等の思想とともに、 日本にもこれらが浸透し、彼らをクライアントとする絵師は、起因制度の理想を貫いていたのである。周公はこの地が、霊泉と聞き、運気を描き込んだのだろうが、絵空ごとの天才北斎にとって、運気は演出上不要だったのだろう。彼のクライアントは、観石に通じたエディート層ではなく、寺子や泊りの町民である。難解な思想でなく、 斬新でわかりやすい画が求められたのである。陳説弓張月より、源のためとも一行の船を見逃す的なお北斎は、この作品より前に、極定和金の特本、陳説弓張月に差し絵を提供する。伊豆大島に流された源のためともが、琉球に渡って王女と結ばれ、その子が琉球王朝の始祖と言われる、春天となる物語に沿って描いている。 各描写を見ると、岩や松等の表現に、東画の影響が伺える。なお、長江秋生に関しては、作法師のため、当時は三角州であった那覇と琉球島を結んだ、長江橋を描いたもので、1451年に建造された。那覇は、その後、橋がトンボロ現象を招き、河川からの土砂堆積で陸系島となった。ありがとうございます。